アーロン・トランベル。はい。ビリピッチ・ジョップ。まあ、今、何回目ですか？4回目で、まあ今までもちょっと怪しいところが出てきてるんだけれども、この本。私的には読んだ時には、この章を読んだ時に、ちょっと論理構成とかいろいろなんかあるなっていうのが、まあたまたま私がこの時代の D&D のマニアだったり、あと出てくるのが、D&D の初期同人のアラーラムズ&エクスカージョンっていう、まあこれ SF のファンジンから分派した、EA って言ってわかるかどうか、そういうものなんですが、それを題材に取った章ですと。パート1がビギニングス、始まり、パート2がネットワーク、ユーザー同士のやり取りみたいなに焦点を当てるっていう構成になって、ここに着くわけですが、まあ、まず最初に前提知識というか、ちょっと、前回コスティケアンのゲームの定義論の時に、アラーラムズ&エクスカーションズの話を私が出したら、知識のある方はいないということだったので、すいません、ですね、まあ本文の中で、書いてあることと私の知識とちょっとまとめて、そこに、囲み記事でレジュメの1枚目ですね、出してますと。60年代に、スタートレックの、まあ、やおいネタで女性ファンが非常にSF ファン人とか、で増えていたという背景があり、リーゴールドさんっていうのはこれ女性です。LA の方で、あとはまあフィルクっていうなんすかね、パロディじゃないんだけど、SF テーマで、フォークソング。日本でも、日本でも、80年代の、70年代から80年代の SF 大会とかでは、こういうクイズとか替え歌カラオケみたいのが、うん、まあ、オフマケ的なものもあれば結構シリアスな曲もあったりとか、はい、あとはまあ昔ハードロックバンドとかこういうテーマの曲をやったりとかもしたんですけど、うん、今はもうやっぱないんですよね、うん、それが1975年から始まってて、初号は60で、驚くべきことに、紙媒体で今日まで出てる。まあ、でも、宇宙気流とかも、まあ、続いてるから、宇宙気流って一の日会っていうのをやってた、横田純也とかがやったね、川端千秋とかやってる、今続いてますからね。まあ、そういう、長くやってる SF 関係のファンジです。で、私、これ、探して、なんとか PDF を入手したんですが、ちょっと私が手に入ったところ、よりも1年ぐらい前、75年っていうのはね、これ、うん、D&D の公式の雑誌もまだ出てなくて。これ、どこにあったんですか？ソウルシークです。ね？ソウルシークです。おう、なるほど。ソウルシークなんて放れるんですね。まあまあまあ、ダウンロードの範疇に入ってしまうんですが、はい、このスラッシュ、スタートレックの女性ファンってスラッシュって言って、はいはい、一応研究は少しある。まあ、なんだっけ、ジェンキンスのテクスチャルポーチャーズとか、うん、まあ、まああります。まあ、その、まあ、十数号ぐらい見ただけなんですけど、思ったよりページ数がやっぱりすごく多くてですね。150ページとか、1号頭あるんですよ。一つどっかアップしてください。はい。共有してください、チャットでいい。ゴールドさん、ものがね、まあまあ、それはちょっと後にします。はい、ネガ数がそこそこある上に、そんなにいい PDF でもない感じなんですが、で、私が見た限りでは、まあ、D&D の初期の
そのモンスターとかアイテムとか、データの面と、あとはそのシナリオも全然ゲームが出たばっかして、まだみんなどんなゲームだか、どういう形でシナリオを発表したらいいのかもわからないような状態でシナリオを発表した。あと、あ、まあ一番有名なのはあれですね、ここで生まれたのが今みんなが使ってる 2D6 とか 1D8 とか、あのダイスノーテーションと言われるものはの、コミュニティで成立した。で、略語がってこと？そうですね。ダイスの、そうそう。ここはどのダイス振ってくださいっていう、あ、ね、この指定の様式です。ツイッターで200リツイートぐらいするネタです。微妙なラインです。まあ、慣れ合いみたいのもあって、あと、ちょっと触れたのは、ジョン・ピーターソンが、ここら辺から、初期の D&D ゲーム論をまとめた本が、エルーシブシフトっていう本があるんですけど、はいはい、そこでもゲーム論考を掘ってるんですが、それかなり私はピーターソン の, あのフィルターが入ってるんじゃないかっていうような話もしましたが、かなりあのピーターソン網羅してますね、あの漏れなく。あ、そうなんですね。うん、なんかゲーム論考、その最初から論争論争ばっかしではなかったと思うんでしょうね、やっぱりそのどういうふうにゲームをやっていくかっていうことと、これはこんなアイテム作ってよ、こんなモンスター作ってよ、こんなクラス作ってよっていうのと、あとまあ、コミュニケーションの側面が多い。で、まあ、そうですね、だいたい、このパーソナルジンの集合っていうことなんですけど、基本的には、その編集者っていうか、であるリーゴールドさんのところに各人がまあ2ページ4ページ6ページとかの、あの自分のページ自分のコーナーの原稿を送ってくると。でゴールドさんはそれをコピーしてあのバツンとまとめて出してるだけというとちょっと語弊はあるんですが、あのそういうなんちゅうんですか、あの編集プロセスとしてはそれほど、はいはい、あのうん、組版がボロボロ赤が入れたりその原稿やり取りしてこれじゃ載せらんないよとかっていうことはそれほどしてない、かなり生なので、あのね、まあ、いつ頃やめたかわかんないんですけど、あのまあ日本でいうとわらばんしにそのカラーコピー、カラーコピーじゃないわらばんしにタイプ原稿をこうコピーしていくだけなんですけど、この人が切り替わるところで違う色の紙に印刷してあって、それがこう分かりやすくなってる、あちょっとやっぱ物見てもらわないとっていうところもちょっとあるんですが、まあインデックスとかちょっと出した方がいい。これとか見てもらうと水色の紙じゃないですか。はいはい。これは、水色のところは、はい、リーゴールドのページ。その次の人がオレンジ色の紙みたいな。なるほど。で、これインデックスを見ると1がカバーの、なんか難しいな。大丈夫、ヒルダ・ハン、ハニーセンだな。はい。バークス・ワンソン、ヒルダ・ハニーセンとかって、こういうふうに。まあ、その人のページっていう感じで。これは何号？これ6号なんて、まだ。これ月光。まあまあ、そういうもんです。どういうペースだ、出版ペースはどれぐらいかって、草場さんが聞いてますか。はい、出版ペースは、ペース、あの、各月間か月間かという、これは一月の時もあるし二月合併になってる時もあるしって感じなんですね。なるほどね、同人誌らしい、
まあ、ちょっと不定期は不定期なんでしょうか。でも月間で出そうとしてるぐらいという意図は見える感じですね。すごいな。厳密にそうはなってないですが、うん、でも最盛期は毎月出てたんじゃないかな。うん、そういうところも、まあ、ちょっとその辺は心もとないです。ですが、まあ、頻度としては十分、うん、ね、200ページ、150ページとかあるので、うん、毎月届けば。うん、でもあんまり編集してないにしても大変だよな、ね。そうですよね。で、その大変な作業なのに、現代まで続いているというのは、何が起こってもゴールドさんは損をしない、形で作っている。まあ、いつからなんだかわかんないんですけど、今なんかはもう完全に乗せてもらいたい人がお金を払う。なるほど。どこのジャーナル見ていうか、ジャーナル、ね、ジャーナル及び同人誌。ページを買うわけですね、うん。そうですね。まあ同人誌。あとまあ、何合分のお金を先払いして、しておいて、そのデポジットしてあるお金がある分は届くけど、っていう形で。うん、なるほど、うん。まあ、ファン人としては、ありそうな。どういうのが、まあ、やり方っていうのは多分、方法論かなり持ってったと思うんですけど、この辺の人たちは。ブランディングはされてんだね、うん、そうですね。そういうのがこの時代からあったと。うん、で、リー・ゴールドさんは、この人どうも地熱化というか、まあ、75年頃、ちょうどね、アメリカで将軍っていう歴史小説が流行ったんですよ。翻訳ありますよ、うん。結構まあ、とんでも日本とまではいかないけれども、まあファンタジー日本なんだけれども、それが結構真面目に受け取られて、日本ブームみたいなのが起こる走りでもあるわけですが、多分そういう歴史ものに興味があって日本に来られてるんですね、うん、70。で、その後、この方は RPG のゲームデザインもやってるんですけど、やっぱりその歴史ものセッティングで、最初は日本のものか、ランド・オブ・ザ・ライジングさん、ガープス・ジャパン。この辺りは。その後、北欧ものとか言って。結構有名。ランド・オブ・ザ・ライジングさんって、いわゆる日本ものの RPG の最初期の作品として、たまに名前が出る。うん。ガップジャパンあとは、まあ、北欧のやつはもうなんか2022年になって、まだ、つい最近の現役なんですね、どこかで。で、まあ、このコミュニティもいろいろ変遷があるんでしょうが、70年代の状況と、この前お話、ちょっと話に出た90年代っていうのは多分もう、執筆者とかノリとかもかなり変わってるとは思うんですが、オスティティアンのゲーム論が載ったインタラクションとかインタラクティブフィクションという雑誌なんですけど、それは私は A&E の出張所なんじゃないかなと思ってるんですが、なかなかそれが裏取りができないという。出張所っていうのはどういう意味ですか？大体 A&E で、行われた議論が評判のある論者が、うん、商業の方でも書くみたいに、うん、これが二軍になるんですね、まあまあうん、こっちでも書いてよっていう、うん、はいはいはいありますね、うん、ただまあ4冊しか出てない雑誌なんで、ね、なんとも言えないんですけど、ね、まあ、4冊だからこそなんかそういうのがあってもおかしくないというか、まあ、要するに A&E での議論がどの程度アカデミックというかある種の理論的な性格を含んでいたかって話なんですね。それであれば裏取りになるけれども、連続性がどれだけ読み解けるかって、うん、まあ、まあ、80年代90年代になるとそのゴスティキアンとかも書いてるし、まあ、言ったロブ・ハインソーとか、まあ、結構そうそうたる面々が、やっぱ、うん、メンツはどんどん濃くなっていったんでしょうね、という感じで。それはやっぱり、これは登竜門的なあれなんですか？だったのかな、という。なるほど。の割にはこれ、名前が知られてない、ね。うん、全然知らなかった。
あの SF ファンジン自体はデータベースというか結構研究はあるんだけど、あの SF 雑誌の歴史とか、まあファンジンじゃないけどあれプロジンだけど、あのファンジン自体はまあアーカイブとか結構 SF ファンジンあって、その気になれば結構調べられる。でもあんま全然これ聞いたことないので、ね、僕が知らないだけで勉強不足なだけだと思うんですが、まあ、SF ファンジンの研究所っていうのはもう70年代ぐらいにはコーヒーテーブル本で何つったっけな、ザ・ワールド・オブ・ファンジンつだっけ、ありますよ、なんかそんな 本が出てるんですし、もっと早く50年代頃には、30年代頃の SF ファンジンを扱った本が出てる。すごいですね、うんうん、ちょっと見てみたいね。それは何でしたっけ、パーフェクトストーム、ちょっとメモがパッと出てこないね。ちょっと出てこない。しかし日本修道文化ってすごいな。出ました。まあスラッシュってことでしょ。お、これか。でも50年代に書かれた。あ、サム・モスコビッツじゃない。そうそうそう。はい。これは何が載ってる本だ。すごいね。サム・モスコビッツ。スラッシュは50年代にはもうあった。違います。サム・モスコビッツっていうのは有名な SF 評論家で、むちゃくちゃたくさん本出してるんですよ。だからそれはファンダム研究っていうのが SF 史の一つで分野で、50年代っていうのは SF の黄金時代ですから、うんうん、当然その時に大人になって、うん、要は20年代30年代のこうアメージングストーリーとかアスターウンディングとか、うんうん、ウィーアードテールとかで育った人が大人になるわけです、うんうん、まあ、簡単に言うとロバート・ブロックとかの世代です、ね、うんうん、ロバート・ブロックってラウコスの一番年下の弟子ですね、うん、最古の原作者、その年っていうのが当然映像文化とこうリンクしてきて、黄金時代としてのこう SF っていう、まあ SF だけじゃないですけどね、 SF ファンタジーホラーっていうのが確立されてる頃で、それでコレクターとかファンダムってサム・モスコビッツになって SF って必ず出てくるけど、この本は全然知らない。あの多分調べれば入手もそんな難しくないんだけど、っていうかオープンライブラリーとか、まあ多分今でも出てる本、オープンライブラリーにないですかこれ。いや、あると思います。あるでしょ多分、イモータルストーンね、うん、ただまあこの後にの話になると、このドランメルさんはですね、その SF の流れをバッサリと切ってしまうんですよね、この話、うん、本の中で。まあちょっと先になるので、それは後回しますか。まず2016年に、4時間インタビューした内容ですということなんですが、そこからトランメルさんの論では、まあ、そのコミュニティの熱気みたいなことで、ジェンキンスのコンバージェンスからという回でもやりましたが、という論を引いたり、あとはまあちょっとしたジャンルの歴史ということで、D&D の、まあ、発売元の公式の開発者であるガイアックスがここに絡んだことから、この D&D 当時出たばっかしで誰がどういうゲームだかもわかんないで、みんな勝手に作り回してるのをどう標準化するかっていう、ダイヤックスの方で標準化したいっていう思いと、この A&E の、参加者がいろいろ好きにやりたいっていうのが対立するみたいな歴史がありますと。ハウスルールを整理するとですか、これは。そうですね。なるほど。ガイアックスはゼロ版の D&D では、これはルールではない、これはガイドラインだと言ってたわけですが、どうも、その通りを真に受けた人が後出し、真に受けて自分で好きなように作り出したところに、ガイアックスがまた後から入ってきて、いや、標準化しなきゃいけないみたいなことを言って燃えたりとか、そういうのが、まあ、あったわけですね。それはこの雑誌上でってことですか？燃えたっていうのは、うん、ガイアックスは2号からこれに雑誌に投稿して、何号かで、うん。うん。撤退してます。なるほど。からさ、まあ、っていうのは、まあ、その自分たちのとこでのドラゴンっていう黒人を立ち上げっていうことがあったわけ
ドラゴンより古いか。そうだね。ドラゴンより古い。ドラゴンより古い。そうか。宇宙ファン人から繋がってるから。だからあれですよ。福島正美がね、宇宙人に殴り込みをかけるようなもんですよ。はい。一番だけど、全く同じなんですよ。宇宙人の方が SM マガジンより古いわけだから。はい。いやいやいや。どこも同じですね。ね、草野さん。で、まあ、トランベルさんは、この中で、白人男性の優位主義、今まで扱ってきた話題をどうやって絞り出せるかということを語り始めるわけですが、結論から言う、ファンたちはその、ディスカーシブスペース、漫然たる言論空間みたいなことで、白人優位主義を変えることは不可能であり、また無関心でもあったと。同時に、その実際にあった、インクルーシビティの歴史なので、乱雑な面もあると。まあ、なんかね、矛盾するようなことを、こう、出してます。あとは、女性黒人、有色もいたけれども、彼らはこのコミュニティ、新しくできた RPG コミュニティというものに所属できるという感覚と引き換えに、白人男性主義を方面に見たり我慢するような立場であったと。まあいいでしょう。それでその後、まあ、エピソードトークになるわけですが、ゴールドさんから、紹介してもらった黒人の寄稿者、ニック・スミスさんという方にもインタビューをして、1970年に6名だけいた、カルテックの卒業者、カリフォルニア工科大学の卒業者、アバロンヒルでデザイン歴があるけれども、アバロンヒルとは電話でしかやり取りしたことないので、多分自分が黒人だとは気づかれてなかっただろう。でもって、で、あなたは黒人であるけれども、このコミュニティの一員だと感じましたかということを発したところ、もうはっきりイエスと言った。A&E で白人主義は、悟るではなかった。まあ、ある程度大っぴらではあったけれども、その人気のあるものでもなかったということです。まあ、あとは RPG が安価で参入が容易であった。冒険部に出てるんですか。まあ、というような所感だ。面白いね。ただこの章は非常に短い。面白いなんじゃないかと思いますけどね。まあ、これに関してはそうですね。優秀な。しかし、こう、70年代っていうと、ニューウェーブの話がまだ SF にあった頃で、うん、海爪 SF とかも出てきた頃ですから、まあ、それでもショップなんかっていうのはかなり閉鎖的で、こう、SF 専門書店に女性が買いに行くと変な目で見られたとか、うん、そういうことをケイト・ウェル・ヘッピール・ヘルムが書いてましたけど、その中でも微妙な層がこっちに流れてきてるっていうことなくもない、なくもない、なくもない。まあ、だからそれこそポピュラーじゃないけどサトルでもないわけですね。そういうのがそうなくもないだから今でもそうだから、当時からそうではある。で、まあ次の章で、はい、ヒストリカルセレモニー、またトランメルさんの、論に戻るわけですが、まあ、トップダウン型ナラティブとボトムアップ論の比較であるをしますと、トップダウン型っていうのはその開発者がいて、それがユーザーのところに降りてくるっていうと、ボトムアップ論っていうのがそのなんだ、ユーザーがからのフィードバックであったり、それが市場に受け入れられるかられないかみたいなことを対比したいと思うんですが、なんだと思うんですが、ですね、ここでデジタルと、アナログの話に飛んだりとかですね、ちょっとさ、散漫になりつつある上に、ジョブスとボズニアックあたりの話なんか何にも新規性がないぞみたいな感じになりつつ、トップダウンでガイアックス、すなわち白人男性の発明 D&D とか RPG というものがですね、で、あるするのは深く問題がある。なぜな、対比するものとして、リー・ゴールドさんの、が女性であるということに着目して、なんですか、女性の家庭的役割
で、その、裏方に回ったのはリー・ゴールドさんが、女性であったからっていうようなことを言ってるんですが、あんまり説得力はどうなんですかね。家にいたからファン人だけやってた。それに対して、ガイアックスみたいな職業的野心を持ったゲームデザイナーはうんぬんっていうことが言いたいんだと思うんですが、どうなんですかね。ちょっと知識的な上に、後に、ゴールドさんは自分の RPG たくさん出して、職業的な野心もある程度私は満たしてると思うんですが。ちょっとパターン的な、ね、ちょっとなんか、まあでも、ここに挙げられてる人たちはみんな、まあ確かに、なんとでしょうね、トキシックなマスキュリンな人たちではあるとは思うんですけど。まあ要するに、とりわけね。女性ゲームデザイナーっていうのが、当時は一般的ではなかったと。女性となんかアントレプレナーが一般的じゃなかったという感じですよ、どっちかっていうと。あんまりなんか女性がそういうなんか新しい業界を立ち上げて、なんかまあ、そのちっちゃいところを大きくしていこうみたいな方向にはまあ、いかなかったというか、いけなかったというか。まあそういうことを言いたいわけで。そういうことを言ったわけで、で、その、そうに対してこのなんか名前の上がっている人たちの、まあ、うん、まあ、共通してこの人たちは、むちゃくちゃな会社を作ってますよ。まあ、TSR しかり、アタリしかり、アップルしかり。それこそなんかもう、なんでしょうね、タイマーがはびこる動物園みたいな会社ですよね、どこも。タイマー？タイマー。あ、LSA かな？どっちだろうね。はい、はい、はい。まあでも TSR も後にロレン・ウィリアムズに乗っ取られちゃうわけですよ、ね。まあだからそうですね。やっぱりまあ動物園で、動物園の反動が来るわけですよ、ロレイン・ウィリアムさ、乗っ取られたんじゃなくて、乗っ取ったんじゃなくて、ガイジャックスに頼まれて、しょうがなくやったって言ったんですかね。ガイジャックス追い出す。会社を運営する役割を引き受けたんです。まあ、でもスカリーだったところが、ガイジャックスが、ロレインに対してあまりに反抗的なので、パージせざるを得なかった。うん、そのロレインが乗っ取ったというのはよく言われるんですが、大きな間違いなんです、ね。まあ、それ自体が、すいません、ミソジニー的なナラティブなわけね。そうそうそう。はい、そのナラティブをまたガイアックスが、後に、ギャンギャン喧伝するわけですよね。すいません、私も恥ずかしい断根中心主義者でした。まあ、ていうか、どう考えたってガイアックスみたいなやつが、そんななんか何年もトップにいるのはおかしいわけじゃないですか。まあ、それは創業者だからっていうのはまあもちろんあると思いますけど、それはそうです。どう見てもトップに置いといていいタイプの人間ではないでしょう、あれは。し、そのまあ、あたりのノラン・ブシュネルもやっぱりトップに置いていいタイプの人間ではなかったし、ジョブズもまあ、まあそうですよ。いや、ダイスメン僕読ませてもらったじゃないですか、光栄した時に。はいはいはい。TSR UK の時の話がひどい。ああ、はいはいはい、あれね。TSR UK を、立ち上げないかって、うん、九州合併し、立ち上げたんじゃなくて、ゲームズアップでアップショップを九州合併しようとして、うん、こう、ジャクソンとリビングストーンがね、断るわけですよね。そしたら、こう、引き抜いたわけですね、一番ね。できるやつを。引き抜いて TSR UK を立ち上げた。でも我々は一緒に食事をして仲が良かったって話をリビングさんは書いてますけど、いやだからそのこの辺のだからトキシックなまあ会社の長にすべきではない人たちと比べるとその中リビングストーンとかスティーブジャクソンの立派さっていうのは際立つわけです。うん、結構立派ですね。立派です。だって元々だからさアメリカを横断して、そうそうそう、大学生に権利を取りに行って、っていうね、なんかスタートは正直大差ないわけですけども。まあだから、でもやっぱりその、ああいうものを読んでから、その、ガイ・ギャクスの本、想像力の記憶とか、あとはまあここに書いてあることも、ある程度そうだと思うんですけど、うん、とか見ると、その、なんていうか、まあ、白人男性だからというにはあまりにもなんていうか、こう、うん、まあ、強すぎますけどね、そのなんていうか、うん、トキチックさが。で、ホワイトドワーフで連載していたモンスターの記事を出して、うん、フィンド・オブ・フォリオにして、うん、そして出版した時にはわざわざ条文からホワイトドワーフの名前を抜いて、抜いたって言って、リビングストーンが切れてくれてるけど、割と温厚なリビングストーンが、もう、実際チェックしたら本当になくて、見直したフィンドフォリオ見たら、ある雑誌で、ある雑誌で、要は、観光本なのに、書籍情報を抜いてあるわけですよね。はい、ただ、
だそう、まあ、彼らはろくでなしなわけですけど、そのうちのどれぐらいが白人男性であることに由来するのかって、ちょっとさすがに、アメリカとイギリスの違いもある気がしますけどね、うん、結構ね、文化あ。あるかもしれないですね。うんアメリカのなんかそういう、イケイケな感じが。いや、アニマルスピリッツ溢れる人たちのね、うん、そういう楽園みたいな、アニマルスピリッツって言い方もまあちょっとあれですよね。うん、いやいやいや。まあまあ、とりあえず、まあそんな感じでお話をじゃあ、元に戻して。まあ行きますか。はい、で、女性がまあそういうふうに家にこもって、ファンフィクだけを書いてる。これは雑音は私ではない。これは、ね、ビルの工事の工事がビルをやってる。あ、そっちです。はい。ここでですね、ドランメルはさっき言ってたような SF コミュニティの歴史を、まあ、承知しないエクスキューズなんだと思いますが、リー・ゴールドは SF コミュニティ出身だが、受け継いだのは、ウォーゲーム RPG の男性中心のネットワークであり、SF ファンフィットの資格はもうこれ以上私はしないと言っています。まあ、ちょっと、どうなんでしょうできないでしょうん。まあ、知らないからできないのか、何なんでしょうね、っていう感じなんですけど。都合が悪いからできないのか。うん一応私も、伝わりが現状を見ながら見てます、今。うん、ちょっとまあ、後で出しますが、RPG は当然、このウォーゲーム以外の人たちもやったわけだし、ちょっと後に書きましたが、マリオン・ジマー・ブラッドリーのファンス活動周辺でパッとこう、盛り上がってみたりとか、いろいろあるので、それを全部バッサリ切ってしまうのはという感じはしますが、まあ、A&E が一番早いからっていう、ことはまあ言えるかな。しかもこれマリオンジマーブラッドリーなのか、マリオンブラッジマーブラッドリーってアバロンの霧とかです。この人もちょっと、自動ギャッカーね、ブラッドリーの話もね、始めちゃうとね、1時間ぐらい軽くかかっちゃうんですけど。はい、ちょっと、わかんない人もいるので、それでトラン、ちょっとだけトランメルさん、トランメルさんは、ゲーム研究第3の波って、序文にあった一言ですが、ここに並べたような本の方法論を引用することで、A&E に乗った非公式のサブクラス2つにコミュニティがどう対応したか、ちょっと論争みたいな、プチ論争みたいなものがここであったわけですが、この、まあ、100部出てるんだから、言っても500は出てないと思う、その、ファン人の中でちょっと起こったプチ論争を、実際に見ていくことで、この男性優位主義に焦点を当てることが可能だと主張しています。まあ、下に出てる本だと、まあ、読んだことあるのは私はないですが、ちょっと2011年の、アズイフって本ですか？アーサー・コナン・ドイルとか、ラブクラフトとか、トルキン・ドラースの読者について研究した本らしいですね、うん。ちょっと面白そうです、ね。うん。これ面白そうですね、うん、顔。で、まあ、この一件を代表例として、こう、進めていくんですが、ちょっとやっぱり、土台の証明として私は十分でないと思います。うん、かつ、この本の構成として、90年代の話題とか、が、スポット抜けて、いきなり2007年に次の調子飛んでしまうので、かなり、唐突感もある。まあ見ましたが、結構駆け足ですね。うん、駆け足というかね、欠落してるよ。現状。あ、ちなみに、うん、今、ニックさんのやつを見ましたけど、ニックスミスが、デザインに参加したアバロンヒルのディベロッパーとして参加したのは、パンツァーブリッツ。パンツァーリーダー結構有名作品ですね。すごい。すごいね。でメインのデザイナーなんですか？いや、デザイナーではないでしょ、もちろん。ハイヤード、だから、アズアディベロッパーなんで。うん、まあ、関わっただけで大したもんね。パンツァーブリッツでしょ、うん、それはそう、相当じゃないですか。すごい人なんじゃないですか。まあ、有名かどうかはわかんないけれども、有名タイトルに関わってはいない。パンツァーブリッツ、日本版ありますよね。ありますよ。うんちょっとまあこんなにちっちゃいその A&E で起こった、
なんですか、その、まあ、はっきり言ってしまえば、エロ要素を含めたクラスを、が提案されて、それに対してプチ論争が起こったわけですが、まあ、これは、称号がありますね。1レベルだ、2レベルになると、フラワーガールになる。花振り4等分なんだ、まあ、確かにこれは赤いやろみたいなやつなんだけど、本当にね、持ってくる事例が少なくて、それだけを持って攻めて語っちゃうんですよね。今までもそうだったけど。まあでも。まあ今までのところでもかなりありますよね。これはマイノリティスタディーズでは結構あるやり方で、当事者に必ずするわけにいかないし、うん。それってさ、観察者のさ、バイアスがすごく出やすくいるんじゃないの、バイアス、まあ多分、スタンス的には、あんま擁護するつもりないんだけど、バイアス上等っていう立場なんでしょうね、これね。まあそうなんでしょうかね。ちょっとそれに付き合わされるのは勘弁という感じもあるんですか。まあちょっと批判をまとめてやって、やるとして、その、彼の論を追っていきますか。で、ここから先は、すでに出した、スウェーデンのウプサラ大学インターナショナルジャーナルオブロールプレイングというところに載ったものがはめ込みなんですね。ここね、ウプサラ大学はゲーム研究強いところなんですよ、すごく。ちょっと有名な大学でもあるんです。小山さんが言ったところでしょ、これ。あ、そうなんですか。少なくとも発表はしてた。で、この載ってる事例は、どうもそっちの方の掲載では、ケーススタディということがちゃんと明確に書いてあるわけなんですが、ここの本の中の、この、はめ込み、論のはめ込みをしたときにですね、ケーススタディであるという趣旨がずれてしまったのか、はめ込みがうまくいかなかったのか、まあちょっとなんだかわかりませんが、まあこの、ダムセルとコーディザンというクラスについての論争を中心に話が進んでいきます。ティック・エンネという方、ちょっとまあ論争好きで、挑発的な内容を投稿する傾向のある人が、6号で提唱したものですと。そういうクラスをなんで提唱したかっていうと、ゴールドがですね。まあ、ここもまたね、ゼロ班の D&D がちょっと今の D&D と違うところを、が絡んでくる上に、あんまり本文では説明されてないんですが、当時の RPG ってまあなんか、言ってバカバカしいけど、キャラクターちゃんと死ぬんですね。で、キャラクターがちゃんと死んだ上に、アイテムの引き継ぎ相続は、親族だけに認めるっていうのが、ゼロ班のルールブックにしっかり書いてあるわけですね。ところが、ゴールドが、恋人同士ならアイテム譲渡可能にする、私は知ってるよ、みたいなことを言ったら、それに乗っかってきた、この、エネイさんっていう方が、なんだ、メイキングアウトコンセントというシステムですね。その、くどいたりとか、性的行為をする前段階のシステムを作ったというのと、あと、遊女のクラスというのを提案してきた。それが A&E のロックです。まあ、トランベルはそこに対して、チクチ、批判を加えて、このね、20何年どころか、50年前の話を、現代の基準でこう、批判するわけですが、ちょっと、あんまり、その批判も、いちいち、真面目に付き合ってらんない。まあ、我々から見ると、すごくおとなしい事例なので、そう見えちゃう。我々は結局、JRPG が、エロゲーと、こう、なんていうんですか、融合してしまった90年代のセガサターンのシーンとかですね、そういうものを完全に経由するわけですよね、現代の日本人っていうのは。そう、まあこれぐらいだと、それからするとなんかあまりにもバカバカしくて。実際にそういうシーンが出てきたり、あるわけじゃなくて、ほのめかしに過ぎないわけだから、また嫌な人は嫌だろうなっていう感じはありますよね。というのと、あとはまあこの、マーリンズマジックマッサージという、画像が出てますと、けれども、まあ、ダンジョンの中に、あなたのダンジョンの中に、こういう
もの、俺の視点があるかもしれないっていうような。まあ、要するに、エロ風俗的なものを男女に入れてるわけでしょ。ハーレムがあなたの男女にあるかもしれない。うん、で、その、ハーレムの中にいる女性たちはこのクラスに属しています。うん、そんで、当時の D&D は、レベル1のファイター、レベル2のファイターと言わずに、なんだっけ、ベテランと言ったり、何回ずつ使ったわけです。なので、そこでこれもね、後に、やっぱり、このやり方がまずい。現在でも、やられていないやり方なんですが、まあ、ファイターっぽい称号がたくさんこう、考えなきゃいけない。当時から大変だと。これもまあ、まあ、買収の称号がこう出てるのを一時批判しました。あとは、その、性的交渉のことをこう、システム化するのが問題であるら、であるとトランメルさんは言ったわけですが、どうもそういうことに関しても2006年に先行論はあると。ミシェル・ネフューさんの2006年、プレイング・ウィズ・アイデンティティで、これで RPG 世界のエロネタについて、論じたものがあるらしいですが、トランメルさんは、これは手ぬるいと言ってます。そこでは、まあ、スクポディア、覗き症のようなものだというような結論だったらしいんですが、それよりももっと重大だと。うん、どうなんでしょう。まあ、ちょっとその辺は論を対比してみないと、どっちが妥当かというと、わからないんですが、で、章の最後は、唐突にですね、同時代の、ラディカルフェミニストのマンダルヤ・ドゥオーキン。これ、ドゥオーキンっていうのは、これはまあ、ある程度有名な人なんですが、なんですかね。この人が、まあ、ポルの反対、男性の、そういう性的な側面を反対みたいな。まあ、セックスネガティブフェミニズムという言い方はあんまりしないんですよ。まあ、これは、社会学的にはアボリショニズムっていうですね、やつですね、に言われると。まあ、要するに、その人、基本的には、例えば性的な産業とかを廃絶すると。うん、もう奴隷化であると。うん、アボリショニズムって例えばそれは性的なのではなくて、人種的なものとかにも当然適用されるわけでしょ。入管反対とかもアボリショニズムなわけです。だから性的な奴隷化。で、まあ、その人が批判された経緯をですね、これはメディアにセンセーショナライズであったと。これは目立った方をしていて。かつ、これが、何にも A&E と関係のない文脈で出てきたんですね。要するに何が言いたいかっていうと、私が今まで批判したのは、メディアが批判、かつて批判したような、なんつうの、エッチなのはいけないと思いますっていう論ではないっていうことが言いたいらしいんです。まあ、動きやメディアにガンガン出るという、そうですね。そういうドラマあったので、うん、ドーキン批判派と、俺のことを批判するんなら、ドーキン批判派と同じところにお前らもカテゴライズするからなっていう脅しみたいな形ですね。論が進んでいてですね。非常に論の進め方が古速ですね。本当そうなってますね、これね。うん、これは本当そうなってます。なんか別に A&E でさ、この人の話が出たんだったらさ、テーブルに乗っけてもいいけどさ、全然なんかもう、場外からキュッと持ってきて何かこう重しを乗せるというような論は全然私は乗れないです。ということでだんだんこの本は怪しいなってなってきた。まあ続きましょう。この後に王子さんというその遊女のクラスは歓迎されなかったと。それに対して、ここでまたちょっとね、濃い人が出てくるんですよね。A&E に投稿してた、サミュエル・エドワード・コンキン3世、SEK3 という方なんですが、この人が、まあ、
G.S. ルイスのニュースレターとか、ニューヨークの、その SF のネットワークの方からスライドして入ってきたことらしいんですが、この方がカウンターとしてナムセルクラスというもの、宿女のクラスを提案するわけです。で、さっきのポーティさんの発案者は、ミリタリー系の保守のような性質を持ってたんですが、この、ホンキンさんですかは、理想主義左派で、最終的にはアナーキストですね。人、完全に。アゴリズムという思想もちょっと調べてみたんですが、グレーマーケットで経済活動をお前らはしろと。それによって政府が転覆できるっていうような、まあ、早く言ってしまえばそんなような理論で、まあ、なんていうんですか、リバタリアンの行くとこまで行っちゃったような思想なんですが、で、まあ、後のことは関係ないんですけど、この方がですね、この方が A&E の中で一人だけね、ページの感じが違うんですよね、この人のページに。他のみんなはタイプライターで作った、原稿で、変わり映えしないんですけど、この人のところだけ、このフォントと段組と、なんですかね。それが、非常に立派なページを、この人は作ってます。自分のコーナーはクリアイーサという名前がついてます。で、この人は、万人の投稿とかも、この方のサイト、まあもうなくなってるんですが、アーカイブされてるサイトに、まあ集められるものは全部載ってます。で、作ったダムセルというクラスは、まあ典型的なディズニープリンスで、チアリーダー。チアリーダーで戦闘は役立たない。かつ、最もまあ、トランメルが問題にするというか、トランメルじゃない。これはコミュニティで最も問題になったのは名誉の感覚。レイプされたりとかそういう不名誉なことがあったら自死するか自殺するかクレリックから贖罪するを受けることが必要だというような設定がされた。このチアリーダーっていうのはいわゆる応援してる人と寝てる人っていうのを引っ掛けてるギャグってこと。そう。ところが趣味悪いな。はい。うん。これに対して、まあ、いろいろユーザーとのやり取りがある中で、いや、男のダムセルもあってもいいだろう。ゲイ行為もレズビアンもあっていいだろう。いうようなことをこの方は言う。さらに、ゲイのヴァンパイアも言ってもいいだろう。このね、ゲイのヴァンパイアっていうのはね、RPG 業界でずっとあるジョークのネタなんですが、こんなに期限が古いのかっていうのを私は思いましたね。なんかゲイが一番向いてる種族って何っていうとみんなヴァンパイアって言うっていう。これもでも。なんて言うこれも。まあでもこのふざけてるところに対してトランメルはその真面目に、LGBTQ のことに関しては好意的に返するんですっていうような感じ。あ、これは好意的なんだ。このゲイのヴァンパイアって。いやだからふざけてるだけじゃん。うん、こいつらが議論の中で出てきたことが、まあヴァンパイアはずっと性的メタファーで語られてきましたから当然、そうなるだろうって、まあまあまあずっとあるのはヴァンパイアマスカレードなんかみんなゲイのヴァンパイアプレイするだけなんだろうっていうようなことをあるやつが言うと、もう一人やつが、君はなんて了見の狭いやつなんだ、差別主義者だ、ヴァンパイア・ザ・マスカレードの世界ではゲイのウォーウルフだってプレイできるんだよっていうのがRPG 業界では昔からあるジョークです。趣味の悪いジョークですけど、それはあれでしょ、ナードをバカにしてるやつをかけてるわけでしょ、ジョークというのと、ウォーウルフ・ザ・アポカリプスで似たようなのがあるよっていう、それもわかりますけど、うん、オタク的なジョークの返しね。そうです。まあ、ヴァンパイアはこの頃からネタにされる。うん。うーんと。
でもってそれが次の章になるとようやく、コミュニティ内では、まあこれに対してダムセルに対してコミが入ったのが次の章の真ん中あたりです。ゴールドさんがこのダムセルっていうクラスが、の価値観は中世じゃなくてビクトリアじゃないかと、まあ非常に冷静な突っ込みをし、あと鎧脱ぐ時間あるからレイプとかってそんな起こんないよね。あともう一人のシェレーナさんは、まあ不死としてはナイスだけど、ところで私はメールショービニストピックスっていうクラス作ったけどっていう感じだ。このメールショービニストピックスっていうのが当時の流行語で男性優越主義者の豚どもっていうんですけど、うん、これはラディカルフェミニストをパロッタクラスを作ったってことですか？いや、これはクラスは作ってないんだけれども、私は作ったっていうふうに言ってるってわけです。はいはい、うん、だって作れるけどっていうようなクラスだって作れるけどっていうことないと思います。このね、60年代頃に確かにピックっていう言葉は、何ですかね、体制派とか、自分らのカウンターカルチャーの敵としてピックっていう言葉はかなり使われたらしい、ね。まあ、資本主義の豚ってやつでしょ。うん、そうそう、チャールズ・マンソンのシャロン・テイト殺害事件で、はいはい、シャロン・テイト、デートが死んでる部屋に、その、ついて、ありましたね、ありましたね。書いたっていう。はいはいはい。事件が。書いたやつね。しかも殺した女が書いた。そんな時代かっていう感じ。70年。まあ確かにそうなんだ。で、まあ、この辺の批判とかをトランメルは追っていって、朝鮮的文化トロップに対する反発。ダムセルとか、ポーティザンとかに対して、ちゃんとこの時期の、コミュニティはちゃんと反発してるじゃないかということで、トランメルは感動して見てます。現代ではこういうのは修復的正義って呼ぶ。ただ、この議論っていうのは、この A&E で起こった論争も、男性優位性と固着したままであっただろう。と指摘します。それがまあ何を言いたいかっていうと、その次のところなんですが、まあ男社会で、前提になる性愛とかマッチョイズムとかがあるからこういうクラスが出てくるんだろうっていうような。と、男性優位性の研究は男性の社会的行動パターンの認識から導き出される。ちょっとっていう感じですが、その前提がありつつ、ゲームは彼らに向けてデザインさせ、男性たちに向けてマーケットされているゲームだし、男性たちに向けてデザインされているゲームではなくてあるっていうことプラス、そのゲームの中で無制限の、エージェンシーに男性的力のファンタジーを提供しているっていうようなことを指摘しています。まあそうなのかなという感じもしますが、まあとにかくこのでかい論のですね、なんですか、特権のネットワークとか、その白人男性優位であったということには異論はないんですけど、それに対してちょっとこの非常にちっちゃい、一個の事例を見ただけで、よくここまで大冗談に語れるなと、ね、私は感想ですね。かつ、この本で問題なのは、ここで保存された、この男性、白人男性優位の世界が、どうこう変遷していったかとか、繋がっていったかっていう話が、この章で終わってしまうっていうのが、ちょっと非常に不満の、あるところで、この後いきなり2000、
2007年の BG ギークに話が飛んで、その構造が保存される、その構造を保存するために BG ギークが作られたみたいなことまでこの日言い出すわけですね。BG ギークってボードゲームギークのことですか？ボードゲームギークですね。あの、ウェブサイト。はいはい。うん。ちょっとね、この辺で私はこの人の論についていくのはギブアップかなって感じなんですが、うん、あとは、性の議論はあったけれども、人種の議論は起こらなかった。と、あと、女性に関しては、最初の1年間でどっかに書いてあったと思うんです。最初の1年間で、女性の投稿者は A&E から減っていったっていうことですね。で、女性もこの、まあ、コーティーさん、ダムセル論争とかそういうものがあったけど、なのかどうかは分かりませんが、最終的にはコミュニティからドロップアウトしていったことでした。で、まあトランメルさんのその後のまあまたこの議論をたどることで社会的にこれとこれに焦点が当たってどうのこうのという論が続いてきますけど、ちょっとねやっぱりここまでもかなり怪しいと思ったところを挙げさせてもらうと、なんだっけ、第1章のモデルトレインの話をしてた時には、モデルトレインをやってる奴らっていうのは、みんな西部劇に郷愁を持ってる奴ら。そうそう、西部劇っていうのは、開拓で迫害の世界だからダメって思ってました。これに関しては私は、そうなのかなというような感じで、西部劇に対してその文化的にあんまり親しみがないので、あんないのかなと思いましたが、この後2章のアバロンヒルのところでは、アバロンヒルにちょっと出てた、その当時ちょうど起こってた学生動乱、60年代の、を皮肉ったコメントを一つ取り上げて、それに対して反論、非難合合になってないからダメと言ってます。で、これと、やり方が似てるじゃないですか。すごく分量の多い雑誌の中の、すごく小さい部分を取り上げてきて、それに対するユーザーの反応というか、そこから、まあ、コミュニティの、あれが導き出せると言ってるわけですが、ちょっとどうなのかな、ちょっと論拠して薄弱ではなと私は思います。あとは2章か3章か分かりませんが、パーネルさんっていう、ちょっと名前が出てこない、ゼリーパーネルかな、はいはい、2章です、なんだっけ、SF 作家で、うん、だから神の上のキーさん知りとかです、うん、ニーブンズの教師はね、軍事的な、その人が、そうそう、軍事的なことをやってた SF 作家が、アーサー・シー・クラークとか、まあ、有名どころと一緒に政府に対する提言する機関をですね、うん、立ち上げて、それがレーガン政権に取り上げられて、このトランメルという方は、パーネルはレーガンのコンサルだからダメ、レーガンのコンサル、レーガンのコンサルってなんか、キャン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 やるんですけど、ウィキペディアのレベルでもちょっと、それって話違わないっていう事実が確認です。ちょっとね、そういう、なんて言うんでしょう。どっかに書いてたっていうか、言葉の、インパクトにちょっと頼りすぎなんじゃないかなっていう気がしますね。この方。うん、言葉のショックバリューに頼りすぎで、まあこういう RPG の世界が男性優位だったっていうのが簡単に証明できるので、別にここでこういう運転をしてる分にはいいんですが、よそ言ってたらちょっと事故るんじゃないかなっていうような、私は感想です。ちょっとね、あんまり、批判ばっかしちゃうと、次の回以降、この本を取り上げるかっていう話にも影響を及ぼしてしまうので、あんまり言いたくないです。
全然いい検証だと思いますよ、ね、うん、これは社会学に詳しい方とかこのやり方とかこういう論の運び方レベルとしてはやっぱりどうですか、どう思いますか。これはさすがにダメでしょ。ですよね。あの、いや、要は文芸批評的な見方としてはいいんですけど、そのファンジンの議論っていうのが例えばクロマを巻き込んで一つの動きになってたみたいな、この横山さんの補足 A みたいなものとつながっているならばミニマムな事例でも意義はあると思うんですよね。代表していたとファンの反応がプロと巻き込んでいて一つのミソジニー的な潮流を作っていたという流れであれば、まず言説分析としてはありかなという感じですが、事例の A というのは補足の A、最後のページについてやつ、はい、D&D の女性キャラに、なんだ、スタッツにストレングスとデクスタリティ、筋力と敏捷性に、ペナルティをつけるべきかどうかという話ですね、うん、それは確かにその公式の方のシステムでもちゃんと後のゲームに残ってったものですから、だからっていうことですね、うん、それとかあとはそのメディアミックスの表彰とかと重ねていて出てくるのであればいいのかなという感じ。あとどんな運びというよりは出てくる事例 ABC という3つの事例が出てきたんですけど、結構、例えば遊女のカーティセンの場合はこうお遊びレベルでかなというんですけど、こう、ショービニストピーグズっていうのはちょっとひどいなという、こう段階を追ってひどくしてるんだけど、ダムゼルも結構微妙だし、そういう意味では、うんうん、あの味噌とか、まあ、ダムゼルの方はの方がなんかそのオーティザン遊女の方はまあお遊びかなっていう感じだけど、ダムゼルの方は本当にこの当時のユーザーのその女性に対する見方とか、まあ、ここから絞り、炙り出せているかなという感じはするんですが。あのね、悪意はありますね、ダムゼルには。ちょっとね、レイプされたら自殺とかって、つまり設定する必要ないわけね。ただ、この2つのクラスは全然D&D の中で受け入れられたものでもなければ、有名なものでも全然ない。うん。こういうネタにされて流通しているとかであれば、あれだけど、まあでもこういうの無数にあったんだろうなと想像させるようなにはなっている気がするので、うん、難しいところですけどね。なのでケーススタディというスタンスだったら問題ない。これをね、うん、本文に組み込んでしまったことでね、なんか大きな間違いをこの本はしてるんじゃないかと思うんですが、うん、むしろこう議論の枠を無理やり大きい話に結びつけているのが結構、そういう枠じゃないと多分こう本に入らないみたいなですね、うん、アカデミックの査読を通すテクニックみたいなのがよろしくないと思うんですよね、これね。これ読んでもね、特権のネットワークっていうのが あるとは思えないんだよね。明らかに今までの話、多分あと我々がすごくこうゲームとポロノが結びついた環境に生きてしまっているせいで、こう心象膨大に見えてしまうってい こう我々のバイアスもある気がする。うん、なんかまあ、特権のネットワークっていうのも、まあ、またこの人の、ショックバリューのある言葉を使いたがる時って、うん、単に、その、悪人中産階級が得た、余暇と、その、予算、余裕ということを言ってるわけですよ、ね。それむしろ逆なわけですよ。余裕があるからゲームやるんだってね。ゲームやるからそんなネットワークができてって、なんか偉くなっていくわけがないじゃないですか。当時のゲームとかでね。まあね、うん、だからその MIT の、ね、MIT の MIT なら分かるよ。MIT だ。の話はまああのあれは成立してるんだけれども、うん、衣装の話をその、D&D のこのワールドに持ち込んでうまくいくかっていうと、うん、それはうまくいかないよねって話なんですよ。ね、だからファンコミュニティのひどさっていうのは商業的じゃないひどさがあるのは、うん、確かにそれはそうです。肝心にはひどいことを書いてあるっていうのはそれはそうで、それは。こう一時文献のアクセスが極めて厳しいわけですから、うん、資料見ないとわからないよっていうのはあるんで、ネットワーク的なものがこういうその、ゲーム世界にあるとすると、だからまあこういうコミュニティ属してないと商業
的な媒体にまあいけないみたいなところはまああるはあるわけで、でまあそこにおいてだからそのコミュニティっていうのはまあまあ入りづらい世界なわけじゃないですか。ある属ある種の属性を持たない人たちにはというようなところがまあ示せれば一応いいのかなというふうには思わんでもないんですけど。まあ、そもそも商業的なところに入りたいかみたいな、まあ、問題はまあちょっとあるじゃないですか。そうなんですよね。ここに参加する人っていうのはお金を払うぐらいにはやる気があるわけ、あるわけだから。で、なんだけども排除されたみたいな話があれば、まあ、一応成立はするんだけど、うん、ただまあそのやっぱり一生の話は成立するんだけどもっていうのがどうしてもできちゃいますよね。うん、ただね75年の時点ではプロ人RPG のプロ人っていうのはまだ全く存在してなかったし、RPG が RPG だという認識、一ジャンルだという認識もまあほぼできるかできないかぐらい、これはちょっと大ゲームとは違うよね的な、あの話しかしないので、デザイナーに上がろうという人が投稿してるということは一切ないと思います。となるとその、まあこの辺のコミュニティからコスティキャンとかそういう人たちが出てきて、あるいはまあ別に批評家じゃなくてもいいな、デザイナーでなんかその、ケン・ロールストンが、エルダースクロールのなんか、オブリオンだけじゃないな、その一個前だな、モロインとか、のなんかプロデューサーになったみたいな、そういうそのなんていうか、後で大きくなっていくとこから戻ってきて、この辺からなんていうか、そういう、その、ある種のスターダムから、もともと弾かれてみたい、みたいな構造がある、多分あるんですけど、だったらまあ、そういうふうに説明すれば、まあ、成立はするとは思うんですけど、ね、それはその、今の、大きいコンピュータ RPG のそういう、メインの職業が、まあ、なりたい職業だからですね。でもこの時点のだけで話しちゃうと、いやそもそも別に入りたいわけじゃねえしみたいな。そこで言ってる特権っていうのは、ゲーム業界じゃなくて、なんかもっと広い、広い一般社会の中での出世脱みたいなもんだから、そんなもんないとしか言えない。少なくともこの時点では全くないわけですよ。でただその、レビーのハッカーズのあの辺の世界にはあるわけですよ。あの辺にはあるんですよ。なんだかんだで MIT だ。MIT だし、まあの、ましてその後もう IT につながっていく人たちですから、それはあるんだけど、ここにはないんですよ。だから、これやっぱりこの事例出して論じるなら、ゲーマーゲート的な、そうですよね。なんか排除する文脈に。ゲーマーゲートもこれは、まあ、出てきはするんですけど、一直線につなげようとしてね、個々のやっぱり事例とこれと結びつきがすごい弱くて、変化だってしてるはずなのに、全部一緒くたで同じものだよってやってるから。なんで的な視点で見てはいいんだけど、個別、あくまで個別の事例の研究でしかないものを、なんででかく結論付けたのって、あとまあやっぱり、すごく気になるのは、だってRPG の男性優位性、あと白人優位性ってほぼ自明じゃないですか。自明です。それはその、すごくまあ表面的な部分だけ見てもほぼ自明なのに、なんでこんなミクロとこ見なきゃいかんのみたいな。そうなんですよ。まあトリビアリズム自体は僕は大事だと思うので、知らないからそもそもね。トリビアルにやるんだったら初期の、初期に持ってた問題と、例えばこの10年後に持ってた問題はどういうふうに違うのかとかさ、そんくらいまでやってほしいよね。初期にある意味がないじゃない。多分トリビアリズムですから一番簡単で、こういうのがあるから女性クリエイター出てこれなかったっていうのを言えばいいだけの話。なぜか消えちゃったっていうので終わってるわけでしょ、出てこなかったっていう話。それだけでそこまでも、まあ、女性が出てこれなかったっていうか、女性がたくさんいたマリオン・ジマ・ブラッドリーのファンの周辺で行われた D&D、これは果たしてどういうものだったのかっていうのは、私もそんなに知識はないというか、全然取ってないですけど、例えばこことどう違ったのかとかね、そういう比較をやってくれないとね。だから SF ファンダムの中でもファンタジーのファンダムってのは女性率高いわけですよ。日本でもそうで、ローラリアスとかも高かったわけで。だから。そうですね。B につけましたけれども、まぁ、10% にはいかないけれども、RPG のファンは、この時には、女性は 10% にはいかないけれども、徐々に入り始めては来ていたという。これ、老作ですね。素晴らしいですね。この数字割り出したのは。こういうことして。これは、シャノン・アップエルさんですね。シャノンの本、シャノンの本にこんなこと書いてましたね。忘れ、すっかり忘れてた。それね、プラティナムアペンディクスっていうのがね、なんか特典で限定版なんですよね。デザイナーズ&ドラゴンズ。
なのでそれはあんまり流通してない本かもしれない。あ、こっち。スタフォードの弟子ですね。あのアプエリコさん。はい。全然これじゃあ。RPG.net の人。おまけなんです。はい。いや、シャノンの方は隊長で、の質問がある。うん、すごい。まあ、ただ、こういう、このピーターソンとか、シャノン・アプエルクラインさんとかは、まあ、女性がゼロからこう増えていったっていう見方をしてるわけですが、逆の方から言うと、このトランメルの立場から言うと、女性が少なかった、もしくはいなかったとか、そのコミュニティの中で男性主義だっていう、その着目の仕方なので、見てる方向が逆ではあるんですが、だから、あと、まあ、事例としては非常に面白くて、僕は紹介の価値は全然あると思うんだけど、まあ、大きい話に無理やり繋げようとしてるところが問題だってことになるんじゃないですかね。うん、まあ、そういう、前回がディプロマシーで、ディプロマシーのでかい話だったけど、じゃあ D&D の話をするぞって出てきたのがものすごくミクロの話っていうのはやっぱり厳しいですよね。うん、でマクロとミクロを相対させるっていう論法も案にあるんだけど、うん、やっぱりナラティブが面白くなきゃいけないので、うん、そう、若干面白くないっていうところが、これは本としてやっぱ昔からのホビーの歴史をこう辿ってきてるわけでしょ、うん、ある程度でかい話をしなきゃいけないわけじゃないですか、本の構成としては、うん、まあ、なんで評論家的にはなんでこういうのするか分かるかよく分かるんですよね、うん、クローズリーディングをするっていう訓練を受けてる割には、うん、こう統計を取るという訓練はしないので、うん、するとこういう論っていうのができるわけです、うん、それはクローズリーディングしてるっていう意味では当然いいんだけど、やっぱりミクロな事例は面白いんだけど、うん、どう読ませるかっていうのはやっぱちょっと工夫が必要なわけ、うん、結論がこう飛んじゃってるよね。なんか参考にしたっていう何ですか、ダイヤモンドハウスじゃなくて、ミステリーハウスか、うん、ミステリーハウスを作った夫婦の女性の方のお話っていうのを参考にして、それ見てないけど本一冊なわけですよ、うん、ちゃんとずっと丹念に追っかけてるような本らしいんですよ。だから参考にしてこう、もうね、これだとちょっとやっぱりボリュームが足んない。あと多分横山さんよくご存知なんだろうけど、マリオン・ジマー・ブラッドリーっていうのはこう性的虐待を子供にしたってことで非常に問題になってるわけですよ。ウィキペディアとかに載ってますから、いい影響だけど、まあ、要は。まあ、死んだ後の話。そう、死んだ後に暴露されていて、マリオン・ジマー・ブラッドリーに言及するならば、とりあえずそれには批判的に触れた上で言及するみたいなマナーが先できた。まあまあ、簡単に言えばキャンセルされちゃった人なんですね。旦那がやったわけで、基本的には。旦那が性的虐待を子供にやってて、マリオン・ジマー・ブラッドリーの方は、それを黙認したんですね。そういう構図なわけです、うん、キャンセルされたかされてないかっていうとされてはいない、出てはいる、まあ、けど出すのにエクスキューズが必要みたいな、エクスキューズする必要っていうのは英語圏ではそうだし、うん、私もちょっとそのままねちょっと躊躇していますね、うん、でもそれ考え議論にちょっと乗せにくい人ではちょっと今はある、うん、だけれどもだって盗賊あのこの人はあのファン人の70年代以降の SF ファン人の話をするときには必ず出てくる人で、まあ70年代にこのダークオーバーっていう、うん、あのシリーズで最盛期を迎えた後に、80年代にフェミニズムファンタジー、フェミニズム SF の名作と呼ばれるものをいくつも出して、うん、だからフェミニズム作家が児童虐待に加担していたかっていう記憶もある、まあ旦那がやってたのを黙認したっていうと、あと自分たちの子供にちょっとあまりにもプログレッシブすぎる性教育を行った。なるほど。それを虐待って言ってるんだと私は理解してるんですが。うん。だから、やっぱりそれをどう捉えるかっていうのは。うん。そんでまあその後に出た、まあ一番代表作の、ミスト・オブ・アバロン、アバロンの木かな、日本語は。は、アーサー王がランスロットにファックされる話です。なので、そういう同性愛的なネタを、まあ、当時の女性読者が喜ぶっていうのもあるし、今の倫理観とは違う世界だよっていうことを書きたいっていう。それで評判を取った人なので、なんていうかな、まあ、ちょっとそれに触れずに確かに、議論するのが非常に今難しくなってしまった。だから当時の90年代のファンタジーっていうのはそういうスラッシュ的な要素っていうのを、ある種のホームソーシャルなものの非用的なものも含めて、エレン・カーショナーとかも銀融詩人トーマスとかもよくありますけど、あれもガンガン同性愛だから、
そういう意味ではある、まあ、実際のゲイとはだいぶ違うわけだけど、それをそういうのを含めて多分肯定的にバンパイ、まあ、ちょっとでも重そうなノリとちょっとね、どう切り分けるかみたいなのはあるわけで、必要なわけで、まあ、レッジマン・ブラッドリーなんていうのはこうガンガン RPG コミュニティに近いところにいて、東突世界っていうシェアドワールド、ね、あにはアンソロジーも書いてるんですよ、ガンガン長く。うん、ただこの人最終的にあの RPG を非常に下に見て、あのファンフィクションを書くことよりも下の RPG は下のものだ、はい、そんなことやることは意味はわからないみたいな、かなり軽蔑的な態度とか、あとでも RPG って前からは知られた。うん、嫌になっちゃう。それも、なんかそういう人いっぱいいますよ、ね。そういう人いっぱいいるのね。だから、でも、例えば、アーサー・シー・クラークとかあって、あのスリランカで児童虐待したわけだから、あのおちごさんをね、いじくり回して虐待してたわけであって、キャンセルはされてないわけだから、マリオン・ティマー・ブラッドリーは、そのキャンセルされるっていうのは、やっぱり女性がフェミニズム作家は倫理的に高潔であるのはずなのにっていう、ある種の期待の裏返しみたいなのがあるのかなと。だから、普通にクラークって知らない、皆さんご存知でしたか、クラークの晩年がひどいことしたっていう。知らない。うん、知らないでしょ。うん、でも、それはウィキペディアでも載ってるわけだから。あ、そうなんだ。そう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 。だから、それはやっぱり、こう、なんだろうね、バイアスがあるのかなと。ブラッドリーの話は、まあ、あまり本題と関係ないけど、なんだろう、はい。ファンロアっていうサイトが、一番、今、いろいろ扱ってた、詳しいですね。あの、なので、ファンロアというサイトの、はい、いやブラッドリーはね、本当出したいんだけど、結構考えてどうするか。結局でも没後だから難しいですよ。没後にあの確か声明も出したんだよね。あのアメリカじゃない、あの今アメリカって言わない、 SFWA サイエンスフィクションファンタジーライツオブ、アメリカっていうのが今違った、アソシエーションになったんだけどアメリカっていうのがそれが声明も出したと記憶してますが、記憶なんで間違いかもしれないけど、だから検証できない、後から分かったので、この本は受賞以降、いきなり2007年にさっきも言いましたが、トークンで、まあこんなこともあった、あんなこともあったというのと、あとまあこのトランメルさんのでかい論なんですけど、正直言ってもあんまり面白くないですけど、無視してっていいんじゃないですか、ね。ギークとフォージかな、あのフォージ、あのロープレーの。はいはいはい。サポート。もう今はなき。あの話で。ダイスメンやりましょうよ。ダイスメンやってもいいですよ、全然。いや、僕もかなり細かく読んで、ね、知らない話が結構出てたから。だから、シタデルを立ち上げた時の話とか、はいはい、あの給料が低いと言って、抜けたけどまた戻ったみたいな。あ、この章でちょっとね、一個面白かったのが、確かあの、その恋愛とか、イチャイチャとかをゲームに入れるっていうので、数値化する、データ化するっていうことそのものに批判的なんですよね。はい、うん。トランプさん結構、物化。うん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 、オブジェクトにしちゃうっていうので、うん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 、それ結構ゲームに対する否定じゃないですか。そうですね、うん、でそういうところ深掘りせずにこれいけないって言ってるのが、ね、ほぼショットコッテが面白いのになと。だからあと、まあ、時々言われる話でありますよね、うん、そうですね、うん、あと横山さんが言っているそのゲーム内でわいせつなものを入れるっていうのは必ずしも女の子をおもちゃにしたいわけじゃなくて自分の反省的な面もあるんだっていう話ですよね、うん、これ補足で書いてるのは。ああそれね、はい、ああまあそうですね。まあ、ホモソーシャルの中で、この自分たちは互いにそういう性的欲求を持った存在だっていうことを、確認してたっていうことですね。まあ今になって思えばですけれども。まあ、そんなにその、なんちゅう、無制限のエージェンシーとかさ、そういう話じゃないよ。だ難しいですよね。その中のグループに、どれだけ女の子がいたとか、そういうことによっても変わっちゃうから。ああ、確かに。うん、だから、女子の方が乗ってきたりとかもしますからね。そう、僕はティーンの頃に、女の子交えてよくゲームやりましたけど、みんな作ってくるゲームがさ、見た目は男だけど中身が女っていうのを、こう、男がプレイして、見た目は女だけど中身は男って男がプレイするみたいな、そういうことをね、よく好きな連中が多かったね。だって女性だって今で、うちよそプトゥールフとかって言ってさ、うちの子とよその子が、あのセックスしないと出られない部屋に閉じ込められました。さあどうしますか。あれやってるわけじゃないですか。言うんです。
はい、そういうものが無制限のエージェンシーでとかっていう、世界に結びつけられてしまうの違ういいよなっていうのは、この人は体験としてそういうことはないんですか。もう確かになんかね、そういうとこあるんですよね。あのゲームやってるみたいなとこ。ゲーム業界のノリがちょっとね、分かってない感じもちょっとあるんですよ。だから、この論調で言うと、ジャパニーズ TRPG っていうのは、あるところから表紙の肌色率っていうのが半端なくなってきて、うん、ある種のうまさはあるんだけど、うん、だから、そういうのと繋げたら面白いと思うんだけど、表彰のなんか扱いが細かいんだけど、もうちょっと漏らせないと説得力ないよね、うん。もうちょっと僕ならもっといやらしくするね。いやらしいっていうのは、嫌なところついてるんじゃなくて、性格悪い感じの。そうはいはい、こんなにお前らは、うん、まあ、ちょっとストレートすぎるとかありますよね。まあ、この人の本って、まあそうですよね。もうちょっとだったら性格悪く書けるようなっていうのはありますよ。だから、性格悪く書けば面白くなるわけです。面白くなります、うんうん、面白くないと、こういうのは、単に潔癖なだけになっちゃうから、あんまりよろしくない。いや、一生のなんか性格の悪さが、なんかあんま持続してない感じがするんですよね。一生面白かったですよ。一生はいいから。これ一つぐらいの物語として見るのが非常に無理があるからな。だから、例えばこれを一生訳して残りを要約するみたいな感じで、どうしてなんか一生だけ雑誌になんか紹介してみたいな、あってもいいかもしれない。いや別にだからさ、この本全体を紹介する必要はなくって。あるある。多分現代思想とかで文脈とかそういう感じ多いでしょ。多分こういう理由ですよ。半ばね。面白いところだけ紹介しよう。面白いだけで紹介する。